今年で3年契約が終了する銀次は、改めて1年契約を結び、7000万円でサインしました。泥臭い中でも輝くところが絶対あると思います。そこを目指してやっていかなければ、自分はダメだと思っているので、泥臭い中でも輝くのを自分はやっていけたらいいなと思っています。